皆さんこんにちは。運勢カウンセラーの松天音です。いつも私の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。私の過去の易占いの動画で他の家と合わせて風地観を取り上げさせていただいておりますが、各項についてまで話をさせていただいておりませんので、今回は初項から上項までも含めて話をさせていただきます。私の動画では主として占いの中でも易経に基づく易占いの話をさせていただいております。今回もいつものようにゆっくりと美味しいコーヒーでも飲みながら、自分の気に入った音楽などを聞き流すような軽い気持ちで気軽に私の易占いをご覧ください。またご覧いただく場合は、今の自分はどうかなとか、自分の恋愛や仕事、健康状態などちょっと占ってみたいなと思うことの箇所のみをご覧いただいても結構かと思います。またよろしかったらチャンネル登録もお願いします。それでは易経20番目の課であります風地観について、易占いの視点から話をさせていただきます。今回話をさせていただく順序ですが、最初に風地観の占いの概要について話をさせていただき、次に恋愛や仕事、お金や健康のことなどを占って、この家を得た場合はどうかなということについて話をさせていただきます。その後この家の各項についても占った結果、この項を得た場合はどうかなということなどについて話をさせていただきます。そして最後に三浦邦夫先生の先例をご紹介させていただきます。なお、観光旅行とかに使われる観光という言葉は後ほど簡単にお話ししますが、この風地観の川から来た言葉です。それでは始めさせていただきます。易経では風地観について、観は観して進めず、誠ありて行弱たりと説明されています。風地観の顔を一言で言いますと、見るとか示すとか、物の見方についてとか、大地を吹き抜ける風などを表しています。風地観の観は注意深く心の目で捉えて考察する意味だそうです。この他は次第に陰に向かう様をも表しています。風地観の他は陰が強まる秋冬へ向かう陰暦8月を示す衰退の他ですから、転ばないようにするためには心眼が必要です。勢いが衰え出すと誰しも心がどこか落ち着かなくなるものです。そのことを正殿は、風は情報の意味も表し、この顔を得たときは情報が錯綜しやすいのでご用心などとなります。では勢いが衰えているときはどうすればいいのでしょうかと言いますと、丹田では道理に従って損の態度でいなさいとしています。損は柔らかさを意味しますから、ジタバタしないで従順さをモットーにして乗り切りなさいというわけです。それからこの風地観を判断していく上でのポイントとして、この他全体の形を見てみますと、八花の言をしているので言の勝利を判断に加えることもできます。言は動かない山の姿を示すので、この丘を得たらこちらからは行動しないで様子を見ましょうとか、厳粛に受け止めてくださいとか、礼儀正しく振る舞いましょうとか、頑固にならないよう気をつけてくださいなどというように判断することもできます。またこの丘を見てみますと、今のところ陽が2つあるわけですが、これ以上陽が消えるといわゆる秋の晴山、駅で言えば23番目の
三地泊のことになってしまいますので、三地泊の川から消えかかるというイメージを判断のポイントに用いることもできます。それからこの風地間の間を考えていく上でのキーワードは観察力であります。この顔を得たら観察する力を身につけるべきであり、観察に関わることが吉を招く時でもあります。ですから動物や植物を育てることも観察を要するので吉の川です。また観光に関することも吉を招く川です。この一般に使われている観光という言葉は、先にもちょっとお話しましたように、駅橋にある国の光を見るから生まれた言葉です。その国の風俗文化を注意深く捉えて考察して自分なりに吸収することが観察のもともとの意味を指しています。ショッピングとグルメを楽しむ現代のお手軽な観光とは随分異なることを頭に入れておく必要があります。この観の意味を判断材料として考えるなら、学習からイメージを広げるのもいいと思います。例えばこの顔を得たら初心に戻って学習しましょうとか、念入りに下調べを行いましょうとか、自分を磨きましょうというように判断することもできます。それでは恋のことなどを占ってこの顔が出た場合はどうかと言いますと、理想にこだわりチャンスを見失います。現実を受け入れ、等身大の相手を見つめることが必要です。また積極的に出るときではありません。カップルの方にとっては愛情が薄れがちとなります。隙間風が忍び寄らないよう共通項を増やし、出会った頃の初々さを取り戻してください。次に仕事のことなどを占ってこの顔が出た場合はどうかと言いますと、仕事などでは思うように力が発揮できません。あまり知らないのに知ったかぶりをすると恥をかきます。また噂、抽象、情報が錯綜しています。心眼を養うがごとく、心を落ち着けて物事を整理することが大事です。賃金やいいポストを夢見ての転職は泣きを見ます。勉強不足を素直に認め、本格的な勉強を開始するチャンスです。なお出張や観察、見学の類は吉の川です。次にお金のことなどを占ってこの川が出た場合はどうかと言いますと、いろいろと理由をつけての出費が多い時です。注意しましょう。また見えっぱりな時でもあります。物欲に走ると赤字を生みます。安易な借金は運の低下を招きます。現状維持に努めてください。投資ギャンブルの類は勝ち目なしです。大勝負はうまくいかずに高い授業料を払わされる暗示です。また個人情報の漏洩にも注意してください。パスワードなどは面倒でもこまめに変更することをお勧めします。次に自分の健康のことなどを占ってこの顔が出た場合はどうかと言いますと、心身ともに輝きを失いがちな時です。焦って外見だけを取り繕っても効果は出ません。内面的な美と健康を目指して頑張ってください。その際行楽や旅行が心身のリフレッシュになります。病気の症状を占ったら長引く暗示です。部位では消化器、腸、神経のほか不眠症、心身症、風邪などにも注意してください。これらの他にこの他の形が八花の権の形に似ているため、行楽などでは富士山などの大きな山に登るとか、大きな山が見える場所に出かけると吉とかになります。
仕事や勉強なら大きな山場を迎えているので、いい加減な態度はご法度です。逃げないでしっかりと対処してください。次に、この他の各項を得た場合についてお話しします。最初に職を得た場合ですが、同冠す精進は尖なし君子は凛と説明されていますように、先がまだよく見えない時なので、人の意見をよく聞くことが大事です。まだまだこれからという時です。ですから、日常茶飯事の小事は良いが、大事はやめる時です。まだ目が養われていないので、見当違いも多いので注意が必要です。希望や望みは小さいことは叶いますが、大きなことは叶いません。新規事業などでは見込み違いが大きいので注意が必要です。恋愛では三角関係の悩みがつきまといます。縁談や結婚は今日で、一方に愛人がいる場合があります。よく見極める必要があります。結婚後も縁が悪く、三角関係などの悩みが出ます。次に、二項を得た場合ですが、伺い見る女の定によろしと説明されていますように、世の中のことや物事がよく分かっていないのに、とにかく動きたい時ですが、間違うと大失敗するので慎重さが必要です。運気が悪いので、見込み違いなどで財産を失うことがありますので、自分の実力を過大評価せず、大事はやめるべき時です。希望や望みは何とかなるように見えても、なかなか叶わない時です。新規のものに手出しすれば取り返しがつかなくなりますので、今は控えるべき時です。恋愛では、女性は無節操で、お互いに相性が悪いです。結婚や縁談は今日で、女性は低層関連が乏しく、他に付き合う男性がいます。見合いは失敗します。結婚は共に縁が変わる運です。妻は低層関連が薄いです。次に、三項を得た場合ですが、我が誠意を見て身体すと説明されていますように、そこそこ良い時であるので、やたらと待望を抱かず、身の程を知って実力相応の行動をすべき時です。共同での行動はうまくいきませんので、何事も一人でした方が良い時です。希望や望みは叶いますが、急いではいけません。自分を踏み、一歩一歩確かめながら進むことが大事です。恋愛では三角関係の悩みがつきまといます。縁談や結婚はまとまりますが、一方に愛人がいる場合があります。自分に見合った堅実な相手を探す必要があります。結婚後の縁は良いのですが、三角関係が起きる恐れがあります。次に、四項を得た場合ですが、国の光を見る、持って王にひんたるによろしと説明されていますように、運気はそこそこの時で、長年の引き立てにより運気が開ける時ですが、表面は良いように見えても内面に問題があることがあるので注意が必要です。また困難な中にあっても意外な喜びがある時でもあります。希望や望みは急いで行うなら叶います。また目上の人の覚えもよく、チャンスの時でもあります。ただ観察を間違うと他に追いやられるので、観察眼を発揮する必要があります。恋愛では心の中に問題を抱えています。分かりやすい状況にありますので、相手のこともよく考える必要があります。縁談や結婚は今日で、
良い話ですがまとまりません。結婚後は離婚しやすいです。次に五行を得た場合ですが、我が誠意を見る、君子なればとがらしと説明されていますように、運気が渋滞の時ですので、自分の分言を守り現実に即して働く時です。自己中心にならず、すべて誠心誠意を持って当たれば後で良いことがあります。また目下の人により尊敬を受ける反面、目をかけた者から害を及ぼされることがあるので注意が必要です。希望や望みは自分の部に合うかどうかを反省して見合わせた方が良い時です。恋愛では三角関係が起こりそうです。不和を解消しておいた方が良い時です。縁談や結婚は吉ですが、自分の地位を考えてから決めることです。一方に愛人がいる場合があります。結婚後は幸せ者と不幸者の二通りありますが、大抵は不幸者の方が多いです。次に上皇を得た場合ですが、その誠意を見る、君子なればとがなしと説明されていますように、運気はそこそこの時で、大抵のことは良い時です。人の世話苦労が多いのですが、利害に関わらず誠意を尽くせば後にその報いがあります。希望や望みは遅くなりますが、最後には叶います。不満が残りますが、これ以上進まないことが大事です。恋愛は不平不満が過ぎると別れることになります。縁談や結婚は強で、女性は強情で仲良くしようとはしません。結婚後は縁は良いのですが、三角関係ができることがあります。次にこの家の先例をご紹介させていただきます。先の動画でもお話ししました通り、私の駅占いの話の中で三浦邦夫先生の書かれた先例を何回かご紹介させていただいております。今回も三浦邦夫先生が書かれたビギナーズクラシック中国の古典易経風地観の説明の中で書かれています先例をご紹介させていただきます。本のページでは97ページに記載されています。それでは紹介させていただきます。春秋時代、秦の霊公は我が子の将来を周の大使に占わせたところ、漢の日に行く漢の第四公園閉じるにあった。大使は宣断して言う、公事に国の光を見る、もって王にひんたるに利ありとありますから、ご子息は国を建てますが、それは外国においてです。国の光はここから遠く、他のものを照らし、そのものに受け止められてこそ輝くからで、その上見るという以上は観察者である自分は当事者にはなれません。生から言っても害か損は風であり木であり、吹き落とされた木の実は他国に運ばれて生育するのですと紹介されています。いかがでしたか。今回は易経20番目の課であります風地観の課についてお話しさせていただきました。ご覧いただいている皆さんにあっては、今お話しさせていただいた内容などを参考にしていただき、自分が他人を観察するように周りは自分を観察している、今更背伸びをしても始まらない、所詮それ以上でもなければそれ以下でもない、身を正すことそれ以外に手はないなどと考え、自分が今占おうとしている具体的な内容に応じてこの科を適切に判断していただければいいと思います。
それからもう皆さんはご存知と思いますが、占いを行う場合はまず心を落ち着けてからできるだけ静かな場所で占うようにしてください。次に同じ内容を二度占ってはいけません。また人の死を願うなどの不誠意なことを占ってはいけません。などの基本的なルールを守って楽しく、しかも自分の将来がさらに良くなるように願って占っていただければ、より一層生き生きによる占いが楽しくなると思います。それではご覧いただいている皆様のますますのご多幸とご健康で幸せな日々がいつまでも続きますように心からお祈りしています。今回も最後までご視聴していただきありがとうございました。これからもこのような内容で投稿させていただきますので、引き続きよろしくお願いします。またよろしかったらチャンネル登録もお願いします。それではこれで終了させていただきます。本当にありがとうございました。